ウルフ WR5 は、ウォルター・ウルフレーシングが1978年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラ1カー。1977年に登場したグラウンドエフェクトカーであるロータス78のカラクリに、いち早く気づきベンチュリー構造を導入したのがウルフ WR5 であった。WR5 はサイドウィングを有し、 グラウンドエフェクトを狙ってはいたが、大きな一枚のフロントウィングが装着されていたり、リアサスペンションのレイアウトがアウトボード形式であったりなど細部は洗練されてはいなかった。ウィングカーとしての設計レベル的にはロータス78よりも劣っていたと言える。またコックピット前にオイルクーラーを排する独特なスタイリングをしており、空飛ぶ犬小屋などと揶揄されたりもした。 第13戦オランダ GP から投入された WR6 は基本的なものは WR5 と共通だがホイールベースを伸ばしたことが大きな特徴である。それまでの WR5 はかなりショートホイールベースであった。第15戦アメリカ GP からボビー・レイ・ホールがウルフレーシングのナンバー2として参加し WR5 をドライブした。最終戦カナダ GP も WR5 で 出走の予定だったが、予選中にマシンを壊したため急遽展示用の WR1 がレース用に再整備され、決勝でも使用された。シャーシの名前は WR1 から WR9 まであるが、このうち WR6 は WR5 と同一である。1979年用マシンは WR7 となる。整備中の WR6。ありがとうございます。